27日月曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図で見ていきましょう。日本付近の強い冬型の気圧配置は継続し、上空強い寒気も居座ります。その影響で日本海側では雪の降りやすい天気が続いていく見通しです。それでは天気の移り変わりを見ていきましょう。日本海側は朝から断続的に雪が降り続きます。風が強いため吹雪にもお気をつけください。中でも JPCZ の影響を受ける北陸では大雪となる恐れがあります。停電や倒木、交通機関の乱れが発生する恐れもあるため、最新情報をこまめにご確認ください。太平洋側では晴れるところが多いものの、北海道や東北の太平洋側、また西日本も太平洋側ではにわか雪の可能性があるため、空の変化に注意が必要です。南西諸島は1日を通してすっきりしない天気で、雨の降るタイミングもある見通しです。それでは気温も見ていきましょう。各地冷え込みが強まります。日中も気温はなかなか上がらず、関東でも1日を通して寒い体感となりそうです。各地万全な防寒を行ってお過ごしください。各地の詳しいお天気情報はスマートフォンアプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご活用ください。